今回ご紹介するスレは、イッチとある女性の恋のお話です。気になっていた女性と二人きりになったイッチ。ほとんど話したこともありませんでしたが、そこから一気に急展開に。二人はどうなるのでしょうか？想像をはるかに超える結末を見届けてください。千載一遇のチャンス到来。やべえ、休日出勤で狙ってる女の子と二人きりになった。仕事昼。どうする？あんまり話したことないしとりあえず無駄に咳払いかましてみたシーン。やばい気まずいぞ。仕事のできる俺、お存分にアピールして今日は帰れ。アンカーしてみれば？最初のきっかけの一言頼む。20、なあ、飯食いに行かね？20、いきなり。マジ？緊張してきた、行ってみる。ねえ、終わったら飯でも行かない？シーン。終わった。明日、社内で言いふらされるのか、ドンマイ。なんかものすごく悪いことした気分なわけだが。全然平気むしろいてくれ。独り言だと思われたのかは完全に肝がられたかどっちだと思う？後者に一票。おわに。ちゃんと目を見て言えよ。そうなのか？斜め後ろ3メートルぐらいから行ったからもう一度行くか。お前のスペックによるだろ。俺のスペック24歳173センチ63キロ。ブサ面の上短髪こんな感じと思う。相手の名前を呼んでこっち向いてから言え。普通に前振り会話するだろ。常識的に考えて、いきなり言ってもビビるわ。てか一応このまま何もせずに仕事が終わると最悪の展開が待ってるぞ。だなオケもう一度行く覚悟できた。50、これにかける。1とタゲの普段の親密度はどうなん？挨拶する程度？おはようございます。お疲れでした。この程度、なぜか敬語相手年下なのに。てか、1日会話なしか？今日の状況はどうだったんだよ。今日は結構人来ててついさっきみんな帰って2人になったとこ今日の会話は、朝の挨拶のみ。50、一緒にうんこしない？50、ちょうま。これはダメだろ。ちゃんとまっすぐ目を見て話しかければ大丈夫だ頑張れ。そうだ。誠意は伝わる。言葉なんて、所詮上辺さ。わかったちょっとうんこしたいんだけど夜の会社怖いから一緒にトイレ行かない？これで勘弁してくれ。どう見ても変態です。本当にあり、行ってくる。カキ産業はスキーアートです。大丈夫？今便所の個室で携帯書き子意外な展開来たこれ。なんぜ？女今便所の前で待っててくれてるうんこ長いと思われても嫌だから戻ったら報告する。俺彼女のこと完全に好きになりました。ほうじゃあのんびり待っているから報告よろ。戻った。じゃ詳細を報告します。あのさ、ちょっとうんこしたいんだけど夜の会社怖いから一緒にトイレ行かない？キョトン、笑顔○○さん怖がりなんですか？いいですよ私もちょっと休憩しようと思ってたところだから。キョトン、悪いもっと気が利いたこと言えない自分にうつそして二人でトイレ10メートルぐらい。じゃあ終わるまで待っててあげますね笑顔。彼女仕事終わるのにあと1時間ぐらいかかるらしいなんとか進展させたいお前ら協力してくれ頼む。食事はまだ早そうなので、飲み物の差し入れ。お礼です、とか言っちゃって。便所の帰りにお礼にコーヒーをおごって少し話せた。お帰りタゲの仕事はお前が手伝える類のものかい？彼女は明日の会議の資料の整理俺はその会議のプレゼン用の資料作りでも俺は仕事手につかないので帰ったら徹夜覚悟。あと3回ほどトイレに誘えば間違いなく落ちるな。すごく話しかけたいけどあんまり話しかけると仕事に集中できないだろうし。つれうんこはもう勘弁してくれ。そうだな、焦っていきなり行動するよかじっくり仲良くなっていく方が確実だぞまあ仕事頑張れ。くそーまた沈黙だ相手の邪魔にならない程度の場を和ます会話頼む103、今フリー？103、これまたいきなりですか？おけさりげなく言ってみる。大丈夫。お前には絶対、さりげなく泣くなんて言えない上ずった声で、言っちゃいなよ。四角さん彼女の名字。はい。振り向いてどうしたんですか？あのさ四角さんって今フリー？全然さりげなくねえ。まだちょっと残ってます。でもあと少しで終わりますよ。そっか。俺もあと少し。そっちかいずこー。どうしたんですか？なんか手伝うことありました？いやなんでもない平気。完全にテンパりました俺厨房以下だな。フリーのアンカー取ったやつなんだがそんな返しが来るとは思ってなかったんだぜ。俺も予想外彼氏いますよ的な返しが来ることを覚悟してドキドキしまくった自分が恥ずかしい。なんか、うまく避けられてね。相手は孔明並みなんじゃね？さっき話せたんなら最初にスルーされた食事、誘えんじゃね？うわ、やばい向こう仕事終わったっぽい120じゃないことを祈りつつ飯誘いますこんなチャンスはもう来ないと思う。行くんだ。スマートに、さりげなく、徐々に、なんて全部嘘だ。何かを変えるには、その前段階を破壊するしかないぞ。終わった。男がいましたか？天国から地獄放心状態。ゆっくりでいいから詳しく教えてくれ。天国編。あのさ、腹減ってない？お昼から何も食べてないからさっきからお腹鳴ってますよ笑顔。俺もなりっぱなし多分引きつった笑顔。聞こえてないかドキドキしてましたよ思えました。よかったら帰りに飯行かない？自分でも驚くぐらいさらっと言えた。いいですね。じゃあ俺急いで片付けてくるよ。じゃあ私も手伝いますね。幸せの絶頂期。そして二人で俺のデスクに向かった天国編館。天国に事件。デスクでなんか見られたか？地獄編歩きながら。こんな遅くまで何の資料作ってたんですか？明日のプレゼンの。今度の企画撮りたいからね。仕事できるっぷりアピール。へえ大変そうですね。頑張ってくださいね。ここで俺が立ち止まって、あっそうだ。帰る前に課長の机にメモしていかないと。先行ってて。はい。そう言って少し違う方向に歩いていった。俺は気づいてなかった。ここからが本当の地獄だー。どうせこのスレ見られたか秘密保存していた幼女画像見られて地獄編突入だろ。そうだよ。もうオチはわかるだろ。俺はダメなやつなんだ。そうだよ。見られたんだよ。ゲイのサイトを開いている俺のデスクの画面を、一徳が俺は断じてゲイじゃない飯を誘おうと思ってネットで色々探しててたまたま踏んじゃっただけなんだ。そしたら彼女が仕事終わった風な雰囲気かもしてきたから慌てていかなきゃって。それを見られたんならまだいいよりによって一番最悪なページを。なんだそんなん全然大丈夫だろ。彼氏いるって言われるよりずっといいじゃないか。誤解なんだしとけるよ楽しく飯食ってこい。ちなみにゲイのサイトはゲイバーのやつ彼女のやっぱり帰りますの変態を見る軽蔑のあの目が今も残ってる。正直彼女が帰った直後はパニックになって放心状態でなぜかテンション高くなって、逆に開き直って面白おかしく書き込もうって思って書き込んだけど今はものすごくブルーです。明日の会社のこと、プレゼン資料まだ終わってないこと、そして何より彼女は明日からおそらく口も聞いてくれないだろうと、帰ります。誤解解けばまだまだいけるじゃんガンバイチ俺はゲイじゃないよ。その証拠に、君のことが好きなんだとでも言ってみたら？ PC 画面を見てやばいと思って俺もとっさに誤解を解こうとしたんだこれでも。彼女が俺のデスクの画面見ながら真顔で固まってるの遠くから見て急いで駆けつけて。いや、これは違うんだ明日のプレゼンの資料のために調べてただけなんだ。パニっててあんまり覚えてないけどこんな感じで。もっとしっかり説明せんかい完璧に誤解されるぞ。俺ゲイじゃないからね。マジでマジで。何のプレゼンなんですか？いや、新商品のマイクロフィルターの巣で答えてしまった。関係あるんですか？ちょっとだけ。やっぱり遅くなっちゃうから今日は帰りますね。真顔。そっか、俺、ゲイじゃないからね。今から考えると逆効果っぽい。ちょっとだけって関係ゼロだろ。俺、明日もう一回話すよ。正直に全部。飯屋探してたこと、そしてこのスレのことも。そして告白してみる。本気で好きになったんだ。振られるだろうけど構わない。頑張れ応援してる。ありがとう。じゃあどっちに転んでも報告だけはちゃんとする。まあ転ぶ方向は決まってるけどね。とりあえずセキュリティ会社から電話来ちゃったんで帰ります。みんなありがとう。今日誰かいる？なんか会社の前で待ってるんですけど、俺を？まさかなでもなんで？隠れちゃったよ。どうすべきなんだ俺？マジか。実は不女子。うわ、突然男出てきた彼氏待ちだった危ねえ。危うく行くとこだった。また隠れちゃったよ。あれ？やっぱ告白やめるよ俺飛んだピエロだな。彼氏待ちなのに、なんで食事 OK したんだろ？なんか嫌がってるのか？なんか？わけわからん彼女ずっと下向いてる。俺隠れながらずっと見てる。旗から見たら完全にストーカーだわ。さりげなく、お疲れ様はどうしたん？と爽やかに登場してみ。やっぱりなんか変だ。彼女泣きそうだし俺行ってくる。もういいや。ゲイでもピエロでも。様子がおかしい彼女。一体この後どうなるのでしょうか？ちゃんと報告しれよ。とりあえず今彼女とデニーズにいる簡単に書く。やっぱりナンパだったみたい俺を待っててくれたみたい。やっぱりお腹が空いてたからだって。今彼女トイレ行ってるもう少し時間潰して始発で帰る予定すれ残ってたら明日 PC から詳細報告しますプレゼンの資料先に作ってからね。きたー。おめでとう。まずまずの第一歩を踏み出したようだね。携帯からざっとレス読んで、どうしてもお前らに言いたいことがあってトイレに来ました。みんなありがとう。待っててくれたこと、欲してくれたことがすごく嬉しかった。ありがとう。進捗ちょっと各会社での事実は全て話した告白はしてない。怖くてできない。競馬、メアドは交換したとりあえず今はこんな感じ。告白はもっと話すようになってからがいいと思う。うざがられない程度にちょっとしたことでも話して、それ以上に話を聞いてあげて。そろそろ始発。セミも鳴き出した。なんとか資料間に合った。死ぬほど眠い。結局始発の時間までデニーズにいて、彼女を駅まで送って俺はそのまま寝カフェでシャワーして仮眠30分ぐらいして速攻会社へ戻って資料作ってた。とりあえず今日昼飯一緒に食うことになってる。9時半から会議だから少し寝るわ。後で詳細報告する。保守サンキュー。そしておつ。あ、そうそう、彼女今彼氏いないって。久しぶりに応援したくなる。それだ保守。やっと終わった。じゃ上司まだ会議なので今のうちに報告します。222の続きから。彼女と男のところにゆっくり近づいていって、お待たせ、本当はお疲れというつもりが、男に向かって、あんた誰？今から考えると彼氏かもしれないやつに、お前こそダメだよ、180センチぐらいでホストっぽい感じ。あの彼氏です。多分ビビって敬語になったしね俺。キョトン。はあ？俺と彼女を何回か見て、なんだよ男つきかよ。すみません、無意識に謝ってしまった。てら情けなす。男が消えた後、しばらく沈黙が続いて、突然彼女が泣き出しちゃって、どうしたの？もっと気の利いたこと言えよ俺。怖かったよ泣き。大丈夫だった？だからもっと気の。〇〇さん、俺の名字なんでこんなに遅かったんですか？ずっと待ってたらいろんな人に声かけられてすごく怖かったんですよ。え？俺のこと待っててくれたの？なんで？お腹が空いてたからです。ちょっとぷいっとした感じに萌え。ごめん。まだお腹減ってる？おごってくださいね、ぷい顔に。はい。じゃあこんな時間だしファミレスでも行こうか？俺の顔を見て嘘ですよ。私もちゃんと出しますからね。笑顔。いや、おごらせてください。会話はちょっとはしょっちゃってるけど、覚えてる限り大体こんな感じ。そして150メートルぐらい先に見えてるデニーズへ歩いていった。デニーズに行く途中ずっと彼女が下向いてたから、どうしたの？寒いの？なんでだよ、なわけねえだろ。俺ってバカだなほんと。爆笑○○さんって面白いですね。苦笑い。そうかな。さっき泣いちゃったから化粧がぐちゃぐちゃになっちゃったんです。ああ、なるほどね。そんな会話をしながらデニーズについて一通り注文をして、食べながら仕事や学生の時の話したり、休みの日の話したりして、そしてなんかのきっかけで携帯の話になって競馬とアド交換しました。一通り注文をして、食べながら仕事や学生の時の話したり、休みの日の話したりしての前に会社でのゲイのことやスレのことも正直に話した。もちろん最初の連れトイレの件も話しました。意外にも彼女の反応は普通だった。最後の方は二人とも眠くてグダグダな感じになって、そのおかげで俺も完全に緊張が解けて普通に喋れたはず。始発の時間が近づいてきたので店出て駅に向かう途中、もう帰って寝たら起きれないから俺は寝カフェに行って会社に直行するよ。帰らないんですか？帰るのに1時間かかるし、プレゼンの資料作らないといけないし。まだ終わってなかったんですか？ごめんなさい。なんで謝るの？それにあと少しだから全然平気だよ。1分間ぐらいの沈黙の後、突然。じゃあ、私の家来ます？ここから2駅だし、一人暮らしだから平気ですよ。頭の中ズムだジフアルイジウェロプジブグルジルアクルドグカギャあああ慌てて心配しなくて平気だよ。慣れてるか。あった。最後は豪快に噛んだね。一気に眠気が吹き飛びましたよほんと。そうですよ。俺はチキンですよ。だって童貞だもの。付き合ったことも一回しかないし。じゃあ無理しないでくださいね。あ、会議終わったら今度は私が昼食おごりますね。オッケー。頑張る。そして駅に着いて彼女を見送って297へ。おお、いい展開になってるな。プレゼンは無事に終わったのか？ちょっと失敗したけど無事終わった。5時が多かった。じゃあ12時15分に会社の前で待ち合わせしてるから行ってくる。午前中仕事してねー。まあ一家では。一オツなんだよ。やればできる子じゃねえかよ。くナンパ男撃退できたな。あんたかっこいいよ、かっこいいよあんた。今日はもう会社の PC から書くの厳しい。のでまたトイレから携帯書き子。とりあえず普通に飯食っただけ。昨日のことも含め色々と話したけど、どう考えてもフラグ立ってるとしか考えられん。これでからかわれてるだけとかだったらマジ自殺もんだよ。今日特攻したいと思うけどどうかな？展開早すぎかなこういう時。経験値少ないと困る。俺の中でのフラグ集。昨日ナンパされてた時、彼氏って言ってくれて嬉しかった。今度、お弁当作ってあげます。花火終わっちゃったけど、来年は一緒に行きたいですね。まあ3つなんだけどね。オケ今日特攻するかしないかの2択で頼む。アンカー360。今日も誘う。30特攻しない現実は非常である。オケ早いなやっぱり。焦っちゃダメだな。アンカーなら1回デート挟め。メアドゲとしていい感じのフラグだから、デートならすぐなはず。告白の場面も結構重要なファクターじゃね？弁当フラグ立ってるなら、それで作ってきてもらうのもあり。じゃあ今日も飯誘ってみるか。しかし彼女も寝不足だろうしどうだろう、明日とかの方が無難かな。稲鉄は熱いうちに打撃。俺24、彼女22、じゃあ後で誘ってみます。まあとりあえず誘うにしろ誘わないにしろ気は使えよ。玉砕にしろ成就にしろ見届けてやるから頑張れ。やっぱり今日はお互い疲れてるだろうから誘うのやめとこうと思ってたら、逆に誘われた。もちろん OK した。でもマジ眠い、6時から行ってくる。眠いとか言ってる場合じゃねえ。頑張れ、しっかり目を覚まして準備しる。トイレやらゲーやらで好感下がった後にナンパ撃退だもんな。好感度一気に上がるわ。なぜか居酒屋来た、酒入ったらアウトだろ常識的に。でも居酒屋で飲まないのもと思ってとりあえず生を。ぐえ。きたー、くれぐれも酒に飲まれるなよ。酒弱いのかよ。飲まれそう、酒弱いからいつもはジュースみたいなやつしか頼まない。また見栄を張ってしまった。彼女の一発目梅酒。なんか強そう、俺次何頼めばいいかな？かっこ悪くないやつね。アンカー411。酒弱いからって言って彼女に何飲むかアンカーしてもらえ。411テキーラ。テキーラは居酒屋によってはないだろ。ここは酒弱いことを白状した上で酔ったら寝ちゃうから責任取ってねと言って焼酎水割り。テキーラ来た、これすごいいいしぬー。彼女に強いんですねって言われて、みんなの助言通りに、いや、実はあんまり飲めないんだって言ったら爆笑された。なんかいい感じ。ナイスアンカー411。その後、彼女がこれ飲みやすいですよってジーマってやつ頼んでくれた。いいね、ジーマうまいよ。それにしても、なんなのこの力強い好感度。なんか年上みたい。俺がガキすぎなのかな。いけるな。昨日の流れからしたらまさに天と地の差だ。ちょこちょこ携帯いじったりトイレにいちいち立ったりするなよ。かなり印象悪いぞ。落ち着いたらまた報告に来ればいいから、すれ落ちてたら立ててくれよ。酔ったふりじゃなく、真剣にキスすればいいと思う。彼女の前では携帯いじってないよ。酒飲むとトイレ近いんだ俺。それよかじ今うまいよ。おかわりしました。でももう酔ってる多分。キス？またまたご冗談を。彼女酒強え多分。俺に気を使ってペース合わせてくれてると思うけど。畜生お前なんか酔ってお持ち帰りされて、いい思いすればいいさ。華麗に吐いてます。もうギブ飲みすぎた。さすがにこのままいたら彼女の前でゲロする平成を装って、今日は帰ろう。お疲れ。まあ心身ともに普通に飲める状態じゃないわな。焦ることはないさ。距離はかなり縮まってんだから。最悪。吐いたら一気に頭痛くなった。今日は撤収に限る。オケ吐いて少し気持ち悪いの治ったから今のうちに撤収します。頭は痛いが気持ち悪いよ。かましだわ。解放されてるの期待してわくてか。名前が欲しいな。ゲイでいいんじゃね？待て、1はゲイじゃないと何度い。用事があるんでもう寝なきゃいけんのだが、本当気になって仕方ない。明日になっても残ってたらまた保守組に入る。1の分を祈る。保守してたお前らもお疲れ。ただいま。久々の我が家だ。もう PC 起こすの面倒だから携帯から報告する。あの後すぐ店を出たんだけど、彼女も結構酔ってて、思わず、大丈夫か？送ってくよと言ってしもた。で、彼女の家まで送ってった。家に着く頃、彼女が少し休んだ方がいいんじゃない？うちに寄ってく？って、なんとなくこの流れは頭のどこかにあったんだけど、実際言われると心臓バクバクした。そして俺は、いいの？って聞き返してから、一旦は寄るって言ったんだけど少し経ってやっぱり帰るよって言った。おつ、もったいないな。なんで？なかなかの上級者テクニック。だってさ、付き合ってもないのに夜に一人暮らしの女の家に入るなんてまずいだろさすがに。それに彼女も疲れてて酔ってるからきっと本意じゃないと思うし。なんてね。本当はすごく怖かったんだ。まあそういうのもありだな。1のペースで頑張れ、きっとうまくいく。うまくいくのは確定かもしらんが、恥をかかしたとは考えんのかと見せかけて、なんでだろと考えさせるのがてこの下道。そういうのは、ちゃんと告白してからにするよ。1は意外とできるな。居酒屋では、ラブラブな雰囲気にはならなかったな。恥かかされたとか思うのかなやっぱ。まずいな。勢いに乗ってるから大丈夫。明日告白してみようかな。タイミング的にズルズルいくと言えなくなりそう。言っちゃいなよ、無責任ですまん。そうだな。今度の休みにデートに誘ってそこで特攻しよう。今日は楽しかったとか、お休みとか、そんな感じで、〇〇ちゃんといると幸せな気分とかで、探り入れりゃいいんじゃね？でも、何せ俺は、この勢いでの告白を押す。よし、フォローのメールをしっかり入れておこう。すまん、そのメールをちょこっと報告してくれ。俺もう寝るから。今日はありがとう。すげえ楽しかった。また明日会えるの楽しみにしてます。じゃあおやすみ。ってメール入れておいた。もちちゃんと絵文字使って。しかし無用なデートで告白なら日曜になる。やはりすぐにでもするべきなのかな。505だが気になってマジで寝れなかったのでもう一回来てしまった。1よ、おめでとう。この流れならいけるぞ。一度消してから断るとはなんたる主練だ。で確かVIPって3日経ったらすれ落ちするんで、なんかあったら次すれ立ててくれ。じゃあ今度こそ本気で寝る。寝ないと明日やばいからな。おやすみ。すれ落ちたら同じようなすれたいでまた立てるよんじゃまた。みんな落つ俺も限界なんで落ちます。告白のタイミングは明日また考えるよ。アドバイスくれたみんなありがとう。それじゃあマジ落ちます。1は今頃、いい夢見てんだろうな。おはよう。そして星組いつもありがとう。とりあえず頭に激痛が、そして眠い。多分二日酔いだと思う。さっきユンケル言っといた。今日の予定はまだ何もない。今日も6時ぐらいには終わる予定だからメールで様子伺いつつ行けるようだったら誘ってみる。なぜか彼女不機嫌である。あれれ。昨日、断ったからじゃね？そういや、このスレのことも話したって言ってなかったっけ？彼女がスレを見てしまったとか？このスレを見られた可能性は多分ない。スレの説明した時に匿名掲示板としか言わなかったから。それだけでたどり着いたら神だよ。あんまり毎日誘うってのも、逆に考え物だぞ。一日置いて、明日明後日あたりに土日の予定でもゲットしてみてはどうだろう。不機嫌なのは、多分昨日の誘いを断ったからじゃないか？つか、なんで不機嫌だと思うんだ？やっぱり昨日断ったからなのかな。なんで不機嫌だと思うかというと、まず挨拶がそっけない。会話が単発。なんとなくなんか怒ってる？って聞いても、別に怒ってないよ。って明らかに怒ってる風な感じ。どうすっかな。昼休みに昨夜のことを改めて謝る。そして告白。これで機嫌は治るよ。彼女女の子の日なのよ、察しなさいよバカ。オケみんなサンクス。とりあえずもう少ししたら休憩入るから探り入れてみるぜ。原因が618なら621の作戦で行く。間違ってもあの日とか聞くなよ。俺、昔冗談で聞いて張り倒されたぞ。原因が判明しました。さりげなく聞くつもりが、変だよなんで怒ってるの？わかんないよってもろ直球になってしまった。そしたらすごく遠回りに言われた。どうやら、今朝出勤するとき、たまたま電車で同僚の女の子に会ったから会社まで一緒に行ってて、途中、同僚がヒールのベルトが取れたから直すとき、カバン持ってあげたりしてその光景を見られてたらしい。俺の同期で普段からそこそこ仲いいやつなんだよね。唯一気を使わず喋れるというか、でもそんなんで不機嫌になるものなのか？高校生じゃあるまいし。うはもろしっとちゃんと誤解は解いとけよ。彼女はかなりお前さんより、気になって初めからずっと職場でロムっていたが、一本当にいい感じだな。一言だけ言わせてくれ。昨日のことを謝るなら、タゲのことが大事だからとか、きちんと付き合うまではそういうのはいくないと思ってるとか、とにかく誠実さをアピールする。長い目で見れば、きっとお前にとってプラスになるはずだ。と携帯からマジレス俺落つ。それいいな。セリフもらいました。そのシチュエーションで、一と彼女を入れ替えてみ？ほらほら、やきもち焼きたくなっちゃわないか。別に。さすがに手を繋いだりとかを見たら焼くけど、お返しにてら遠回りな告白しとこうぜ。やっぱ告白は早めに行くべきかな？こういう場合は。ひとまず休日の約束でも取っとくのが賢明かと思われ。超緊急事態デートに誘われた。しかも朝の同期に。いや、厳密に言うとデートではないか。月さっきヒール行くときに、その同期からヒールやっぱりダメになっちゃった。買いに行かなきゃ。今度の休みに一緒に買い物付き合ってくれないかって。とりあえず、後で予定見てみるって言ってしのいだ。どうすんのこれ？うは急展開。急展開すぎでも言っちゃダメだろ。言ったら修羅場。バレなきゃよくね？オケデートって感じじゃないけど行かないよな普通。危ねえ。先に今度の休み暇？って聞かれてなんで？って聞き返したのが功を奏した。暇だよって言ってたら風危ねえ。断ったのか。俺としてはイベントたくさん発生して欲しかったぜ。ハマった。今度の休みは予定入ってるって言ったら、じゃあその次は？って聞かれて。来週も約束入ってるって言ったら、じゃあ空いてる日教えてよって関連しましたよ。で結局来月8日の土曜に行くことに。何かいい方法ありますか？どっちつかずだと足元すくわれちゃうんだぜ。上でも言ってるように正直に話せ。同期はそこそこ仲いいんだろ？一タゲが好きで告白しようとしていることに今の時期に誤解を招くような行動はしたくないこと。ちゃんと謝って、予定は取り消してくるといい。どうやら1は、誰もが一生に一度訪れるというモテ期に入ったようだな。会社なだけに気まずくなるのはきついな。しかももし彼女と付き合ったとして、それが社内にバレるのも。それまでヒール買わないの？バカなの？持ってるヒールが一足だけだと思ってるの？童貞なの？みんなの意見聞いて作戦を決めました。やっぱり俺はもともと器用な真似できないし、こんな狭い社内で嘘つき通せるわけないし。全てを踏まえて今日告白する。同期には彼女ができたからやっぱり無理だと謝る。どうかな？告白 OK が前提かてら強気。それがベストな行動だ、と思うぜ。振られても同期がいるから安心だな。そろそろ同期のスペック教えてもらおうか。スペック彼女160センチで痩せ型。髪は肩よりちょっと下ぐらい。山口萌えに似てる。同期153ぐらいかな。痩せ型で肩ぐらいの長さの髪で毛先にパーマかかってる感じ。軽く関西弁。芸能人で言うと雰囲気は矢口まりみたいな感じ。あくまでも雰囲気なそこまで可愛くない。ところで1はどうやって告白するかとか決めたのか？まだ決めてない。スレの頭から書き越してるものだが俺、1をぶさせたれで脳内変換していたんだがそれを踏まえてレスしてたのよ。しかし、この展開を見る限り貴様、さては60以上の顔面偏差値の持ち主だな。だったらお前は俺の敵だ。24歳童貞、彼女いた歴1回、どう見てもブサメンです。本当にありが。告白は焦らなくてもいいんじゃないか。まあお前が 100% いけると踏んだなら今日告っとけ。とにかく俺が言いたいのは、頑張れ。ありがとう。頑張る。とりあえず仕事終わった後時間作ってくれるって。ここで言う話した感じ今のところ機嫌直ってるっぽい。最初っからいるんだがようやく、って感じだな。1頑張れ。最後まで見守ってやる。順番逆になった。さっき同期の子に用かどこ行く？みたいな感じになったら、ちょっと別の場所に呼んで、実は好きな子がいて誤解されると困るからやっぱ行けないって断ってしまった。きょとんとしてたけど、ふーんって感じだった。多分好きとかじゃないなこれ。ヒントタゲからの試着。なぬっかまかけですか？タゲあなた1さんの何なんですか？同期何か面白そうだわね。同期1、靴買いに行く。ついてこい。1あたふたですか？わかりません。マジなら女性不信に陥ります。怖え。まあとりあえず告白の言葉を考えるんだぜ。ストレートに行きます。好きってのと付き合っての2つのキーワードだけ頭に叩き込んだ後はその場に任せていこうと思う。今朝の出勤時の誤解の件もあるから告白する前に同期に対してきちんと断ったことは伝えておいた方がいいと思う。あとは変に小細工を弄せずに自分の言葉でビシッとな。誘われたの知らないからあえて言わないでおこうと思う。朝の件は、もう大丈夫だと思う。それ怖いね。でもなんかそんなタイプっぽいな。妙に積極的というか慣れ慣れしいというか、ドキッとするときあるよたまに。何の先入観もなしに736を読んだら1はただの恥ずかしいやつだな。俺も言った直後の反応見て、うわ、やっちまったと思った。早く知る。6時半に待ち合わせしてるからまだだよ。俺はもう仕事手につかないから今日は終わりにした。1頑張れ成功を祈ってるぜ。報告は何時ぐらいになりそうなのかな？一時報告は多分7時半にはできると思う。詳細は家からだから遅くなりそう。ダメだ緊張する。コーヒー飲みすぎて気持ち悪い。今、朝の同期と仲いい後輩男が来て、同期が泣いてたけどなんかやらかしたんですか？って言われた。マジかよ。とりあえず今はそんな場合じゃないから、知らねえよで追い返した。なんか後味悪う。同期へのフォローは後からいくらでもできる。今は目の前のことに集中する。同期かわいそす。ちょっと早いけど行ってくる。じゃあまた後で。1頑張れ男になってこい。頑張れ今は彼女のことに集中する。ところでモテキって何なんだろうな。そろそろ1の告白タイムが終わった頃だな。おかえり。1結果はどうなったんだ？振られた死にたい今会社の PC から。ああ。どんまい1、お前はよくやったよ。ぐは大丈夫、骨は拾ってやる。なんか悲しいな。とりあえず内容報告だな。俺にもわからない好きだよって言われた。でも付き合えないって。もうダメだおしまいだ死ぬしかない。星になった1。出たー好きだけど付き合えない。2と追ってないのに1頭も得られない俺。ちょっと落ち着け。タゲはお前に好きだって言ったんだろ？まだ悲観するには早い。1はもちろん理由を聞いたんだろ？詳しく書いてみるからちょっと時間ちょうだい。俺 PC 打つの遅いから。ゆっくりでいいぞ。涙拭きながらでいい。慌てるな。付き合えないと言われてしまった1。告白の時はどんな雰囲気だったのでしょうか？まず時間の30分前に待ち合わせ場所に着いて、15分ぐらいしたら彼女が来た。会社のそばにある公園まで2人で歩いて行った。今から思うに、その時からすでに彼女は無言でうつむいたままでなんか様子がおかしかったんだ。でも俺は告白のことで頭がいっぱいで公園に着いて噴水の前に座って、聞いてもらいたいことがあるんだ。うつむいたまま。あのさ、頭真っ白でパニック。俺、何も言えなくなって押し黙ってしまった。2分ぐらい沈黙が続いたと思う。そしたら彼女が突然座ってた俺の前にかがみ込んで。私、〇〇さんのことが好き。って。その時俺びっくりしたんだ。告白されたことじゃなくて彼女泣いてたんだ。誰か彼女の心境を推察できる猛者はいないか。1の動機の手前、付き合えないに一票。同意。好きだけど付き合えない。泣いている。自分から好きだと言ったなら、第三者絡みじゃないのか？同期が泣いてた意味を知ってしまったとか。補足、〇〇さんってのは俺の名字です。続き俺も慌てて、俺も四角のこと大好きだから。ずっと一緒にいたいと思ってる。だから付き合ってほしい。泣きながら大好き、大好きだよ〇〇初めて名前で呼ばれた。じゃあずっとずっと一緒に、と言いかけた時、彼女が首を大きく横に振りながらごめんなさいって。好きだけど付き合えない。ごめんねごめんね。なんで？なんでだよ。理由は？理由教えてよ。とにかく必死だった。でも彼女は首を振りながら、泣きながらごめんごめんねってただそれだけ。しばらくお互い無言だった。彼女は泣いてて俺も泣いてた。10分ぐらい経った後、泣いてぐしゃぐしゃになった顔で笑顔作って、友達でいようねって言ってその場を後にした。俺はしばらくその場に座ってた。何かお互いすっきりしないな。これは動機が絡んでるんでなかろうか。これは何なんだ一体。俺にはわからないよ。なんかのフラグなのか？今追いついた動機が関係ありそう。ここからの俺の行動は明日からどう接すればアンカー打っていい？動機にメールする。動機に関しても一応聞いたんだ。880の俺、なんで？なんでだよ。理由は？理由教えてよ。とにかく必死だった。の時に、動機のこと関係あるの？みたいな感じで。でも関係ないって。とにかく1はまだ諦めてはならぬ。俺、動機に電話してみる。俺の好きな人は実は四角なんだ。で、そして今日告白して振られたって言ってみようと思う。どうかな？おい早まるな。動機にそのことを伝えたとしても何も解決しないだろ。もし、動機のためにタゲが付き合えないって言ったとしてもそれを伝えて動機がタゲに譲ったりすると思うか？まして、タゲがそれを了承するとも思えないのだが。その通りだ。でもどうしても知りたい。理由を聞いて鬱になってもいいから。動機は関係ないだろう。おそらくもっとタゲとのメールではっきりさせる方がええんとちゃうか。一俺の好きな人は実は四角なんだ。そして今日告白して振られた。動機お前もあの女も私の嘘につられすぎ。なんで一いい人なのにありえない四角に聞いてみるとかいう性ある女を期待。それ鬱のフラグだ。さらに最悪のパターンとして動機がタゲに圧力をかけているという超鬱ルートもあるぞ。決まったな。一よ、今からタゲにメールまたは電話だ。わかった。彼女にメールする。でもなんて、俺の経験値では。一お互いの気持ちを知ってしまった以上、友達になんか戻れないよ。ここは単刀直入でいいんじゃないか？動機はそんなやつじゃないよ。すごくまっすぐな子だよ。俺は今でもそう信じてる。まあスーパー鈍感な俺なわけだが、今からメールする。内容は、やっぱり諦められないよ。俺本当にタゲのこと好きなんだ。だから、理由をはっきり言ってほしい。これでどうかな？答えたくない質問ならごめんでも聞かないと諦めがつかないんだ。俺、本当にタゲのこと好きなんだ。お互いの気持ちを知ってしまった以上、友達になんて戻れない。だから、理由をはっきり言ってくれないと諦められないんだ。これでオッケー。それだ。そのまま一言一句いただきます。いいと思う。まずは反応から見よう。送ったメールですら震えてる。まるで自分のことみたいに思うんだぜ。1と同じように俺も震えてきた。989なら1は幸せになれる。返事来ないな。怖いな。1000じゃなかったら1は幸せになる。来た。1000なら怒涛の超展開。おつもう1じゃなくなったから名前つけた俺の普段友達に呼ばれてるあだ名。来たなさあ。返答やいかんに。まだ見てない。見るよ。ドキドキ。そのまま書き越します。絵文字は取るよ。さっきはごめんね。すごく嬉しかったよ。ごめんね。理由は言えない。言ったら友達でもいられなくなるから。私もタカのこと好きだよ。だからせめて友達でいたいの。来年は花火行こうね。約束だからね。でも彼女できちゃったら遠慮しないで言ってね。なんか、説明。部長とできてるなんてことはないよね。よね。タゲは極道の女間違いない。わからんよおじさん。女心がわからんよ。もうね。ほんとわけわかめ。でも泣いてる。止まらないよ。何かやむにやまれぬ事情があるのは確かなようだな。支えてやれ1。なんて返信しようか。でも言ったら友達でもいられなくなるとはどういうこった？たかが知ったらまずい理由があるって額面通りに受け取っていいのか？とりあえず、今日これ以上の追撃は控えるべきかな。さっきのメールに弱い拒否が伺い知れる。追撃は無理なのか？眠れないよこんなんじゃ。俺はタゲが好きだから、来年の花火まで彼女も好きな人も作らないで待ってるよ。迷惑かな？困る。タカは動機はないと思うんだよな。ないと思う。動機はそんな子じゃないから。動機以外もいるかもしれんな。考えられるパターンが多すぎてしかも決定打にならない感じ。とりあえず1は思う存分泣くといいよ。落ち着いたらまた、みんなで話し合おうぜ。追撃はやめとけ。あっちから話してくれるまで待てよ。考えられる理由既婚赤ちゃんが産めない体レズビアン。何らかの理由で別れることができない彼氏がいる動機と何かあり。追撃やめた方がいいの意見が多いな。ここはこらえるべきなのか。でもこのまま何も返信しなのはどうかと思う。一旦引いた方がいいと俺は思うよ。今回はそうか、わかったみたいなメールを返しておきなよ。つながりは消えたわけじゃないんだぜ。しかし動機は同期の男友達に泣いてるところを見られてるんだろ。普通トイレとか見られないとこで泣くんじゃないか。それは何かの暗示だと思うのは俺だけか。彼女が病気とかは余命あと丸年だから付き合っても高に辛い思いさせるだけだ、とか。返さないで放置ってのも相手は気になるんじゃない？こんなのはどうだろうか。わかった、今はこれ以上聞かないよ。でも俺はどんな理由でも受け入れるから。本当にタゲのことが好きだからね。それじゃ、おやすみ。ダメだ、抑えられない。どうしても理由を聞きたい。俺は友達でいられなくなっても構わない。自分勝手でごめん。で送る。やりおった。やってしまったか。好転すればいいが。ここまで来たからには俺たちも一連卓勝。お前の恋だ。誰も文句言わんよ。よく決断した後は天に祈るのみ。送ったよ。みんなの意見聞かなくてごめん。俺の中で友達の選択肢はもうないんだよね。破れれば廃人で結構。5分を。来た。早いな。内容わかった。今から会える？うお。行ってこい。これは好転なのか？うろー。会社から2駅今から会いに行きます。覚悟を決めて行ってこい。後悔だけはするなよ。I say yes って曲知ってる？ I say yes。 say yes。 ジャギアスのなら。いいからはよ行け。来たー。たか、男になってこいよ。どんな理由であれ彼女を大事にするんだぞ。怖いけど行ってくるよ。遅くなっても報告ちゃんとするから。電車じゃなくてタクシーで最短を行く。お前ら、本当にありがとう。じゃあまた。これほど愛されてる位置は久しぶりに見るな。頑張れ。今夜は徹夜だな。これは相当話し込んでるな。俺最低だよ。聞かなきゃよかった。残酷すぎる。おかえり残酷？俺たちに言えるのか？やべえ、暗い雰囲気。もしかしたらこれ忘れに書いちゃダメなのかもしれない。でも書くよ。お前らさ、HIV って知ってる？知ってる。え、そんな。嘘だろ釣りだろおいおい。嘘だいや、マジで？彼女の病気だ。俺行く前相当覚悟決めて行ったんだ。病気、金、元彼、ヤクザでもそれでも受け入れてやるって思ったんだ。でも、これ聞いた時何も言えなくなったよ。何も言えないよ。こんなのってありなのかよ。やだよこんなの。これは釣りだな。そうだと言ってくれ。結末じゃねえ。終わってねえバカ野郎とも。暗くなりやがって。こうなったらその時まで彼女が笑っていられるように鷹のそばで笑ってやれるように応援するのがビッパーじゃねえのかよ。どうしようもないバカ野郎ともめ。そうだな。俺、最後逃げ出しちゃったよ。頭の中は真っ白だった。でもきっと本能でそうしたんだと思う。ずっと一緒にいて彼女に先に行かれた後の自分が怖かったんだ。今ならまだ引き返せる。辛いけどいつかは新しい彼女できて忘れられる。でも一緒にいたら一生忘れられない。ずっと引きずっていくんだ。結局、彼女と自分を天秤にかけて自分を選んだんだ。無理やり理由聞き出してこの始末だよ。最低だな俺は。気持ちはわかる。いやわからないな。当事者じゃないとこの辛さは。自分を責めるなよ。とりあえず落ち着こう。さっきはごめんね。すごく嬉しかったよ。ごめんね。理由は言えない。言ったら友達でもいられなくなるから。私もタカのこと好きだよ。だからせめて友達でいたいの。来年は花火行こうね。約束だからね。でも彼女できちゃったら遠慮しないで行ってね。最高に優しいな彼女。今から走って行って、抱きしめれいっぱいキスしろ。キスなら映らない。今、タゲはお前という一筋の光が途切れてるんだぜ。お前が思う通りにすればいい。今日は、一人で考えろ。彼女は、話し終わった後、呆然と涙流してる俺に笑顔で、もう行っていいよって言ったんだ。分かってたんだよ俺も。ここで引いたらダメだって。支えなきゃって。でもこの先は中途半端は絶対できない。後戻りできないって思ったらいけなかった。もう釣りだと思い込むは実際自分がその立場なら混乱するだろうし、タカの行動は責められんよ。男の子だろう今ならまだ間に合う。抱きしめてやれ。タカお前さんが、すべて飲み込んで、完治は無理であっても発病を抑えながら、結婚することはできる。確かに子供は無理だが、違う病だって子供ができないのは多々ある。本来ならじっくり考えたいだろうし、考えるべきかもしれん。だが、今回に関して言えば、即決しなければ彼女は君の前から確実に姿消すぞ。友達でいたいか。彼女より考える時間はこれからもたっぷりあるだろう。ここでタカ、何もしなければ一生残る族意が。なぜ気持ちを伝える勇気があって、彼女に対する精神性や愛し守ろうという根性が湧かない今こそ男見せるんだ。タカショックなのはお前だけじゃないんだよこのクソ虫が。きっとタゲは今泣いてるだろう。タゲのそばにいてやれるのは誰かよく考えろ。報告はいつでもいいから早くタゲのところに行け。話なんかしなくてもいいから行け。それができないなら死ね。やっと来たな、本気を出す時が。みんなありがとう。少しだけ時間をください。少しじゃなくてたっぷり時間を使っていいと思う。おま、タクシー拾ってから考えろ。二駅分時間あんだろうが、これから先のことなんて話さなくていい。自分が逃げたことに対してけじめつけてこいよ。時間が必要なら、それを買うのは俺たち腐れ人ではなく、彼女にだろ。言って抱きしめて時間をもらってこい。そして悩め。タカ自身の考えを聞きたい。好きなら今すぐ行けばいい。抱きしめてやればいい。冷めた別に責めるやつなんていない。仕方ないよなら、もう寝ろ。わからないなら、頭冷やして考えたらいい。答えは出る。出てる。彼女も今から蒸発なんてしない。明日だっていいんだよ。今、勢いで言った気持ちも、一生懸命考えた末の気持ちも、響かせられるかはお前次第だよ。頑張れ。急げよ早く。現役難病持ちです。病気のことを人に言うのはとても勇気がいるんですよ。好きな人だったらなおさら、拒絶されたらどうしよう。このこと言ったらもう次は会えないかもしれない。そんな覚悟をして伝えるんですよ。落ち着いたら彼女のところに行ってあげて。俺やっぱ、もう一回行ってくる。よく考えた。自分の将来のことも含めて、そして決めたよ。でもみんなが言うように、彼女の勇気を尊重するとか彼女のためとかじゃない。俺が行きたいから行く。そばにいたいから行く。後悔はしない。したくない。俺やっぱり彼女好きだわ。半端ねえわ。じゃあ単車かっ飛ばして行ってくるよ。よく言ったー、頑張れ。おめえかっけえな男が男を褒めるなんて、めったにないことなんだぜ。タカよく言った。彼女の笑うところを見せてくれ。タカ頑張れよ。うまいこと言おうと思ったけど、言葉が出てこんわ。とにかく頑張れ。俺はもう寝るが、タカの無事と彼女の笑顔を祈る。ちょっと戦争時にお参りに行ってくる。祈ってどうなるものでもないが、祈らずにはいられない。線なら HIV の新薬開発される。線なら発病しない。線なら二人が笑って暮らせる。線なら完全無欠のハッピーエンド。線なら世界中の HIV 感染者が助かる。保守。空港に向かうタクシーの中から保守。ロム線の俺が保守。すれたい気になってたけど、いいすれだね。タカが気になって仕事に行けねえ。タケはどうしてるかな。タゲといっぱい話して、添い寝でもしてたんだろうか。そういや、タゲとタケは今日仕事じゃないか。まだ寝てるとかはないよな。そこはあえて二人とも無断欠勤で一には一日中タゲに寄り添っていてほしい。それもありだな。マジでタケとタゲは幸せになってほしいな。リアルの知り合いでもないのに、こんなに人を思うのは初めてだよ。みんな、報告遅くなってごめん。結果から書くね。俺、幸せになったよ。俺たち結婚するんだ。きたー。てか展開は一体昨夜何が起きたんだ。すげえ展開だな。あまりのことで一瞬我を忘れちまったぜ。てかたか彼女は仕事は大丈夫なのか。よかった、本当によかった。あの後速攻で単車で彼女の家に向かった。彼女に連絡何もしないで突撃したんだけど、彼女、家の前で待ってた。そしてメットを取った俺に、涙を目に溜めながら、遅いって怒られた。俺、ごめん。って謝った後に、聞いてもらいたいことがあるって言った。さっきは逃げてごめん。タゲが HIV というのは分かった。少なからずどんな病気なのかも知ってる。それでも好きだから戻ってきた。病気のこと知った後も変わらず好きだから。言った。そしたら彼女泣きながらうなずいてた。おーか。噛んだ。タケ、お前最高に格好いいぞ。タゲはすごいいい女なんだろうな。なんか、嬉しくて仕方ねえや。俺、行くとき覚悟決めて行ったから、中途半端はできないって。彼女が死ぬまでそばにいるって決めたから、プロポーズしようって決めてたんだ。VIP で初めて男を見た。なんという VIP らしからぬ男。タカなら間違いなくタゲを幸せにできる。目から汗が止まりません。なんか、胸がいっぱいです。そして、ずっと俺のそばにいてほしい。タゲが死ぬ時まで、目を閉じる最後の一瞬まで俺を見てほしい。俺と結婚してください。ってプロポーズした。そしたら彼女が泣きながら、私、先に死んじゃうんだよ。もしかしたら1年後かもしれないんだよ。子供だってできない。エッチだってできないかもしれないよ。それでもいいの？って、俺は、知ってるよ。それでも構わない。って言った。感動とかそんな安っぽい感情じゃない。この気持ちは何なんだ。これから仕事だというのに、目から変な汗が。一がここまでの男だとは思ってもいなかった。あんたらなら、幸せになれるよ。おめでとう。そしたら彼女泣き崩れちゃって、俺慌てて彼女を支えて、目いっぱい抱きしめた。多分10分ぐらいかな、もっとかも。そしたら彼女が、私を鷹のそばにいさせてくだい。死ぬ時まで、目を閉じる最後の一瞬まで鷹を見ていたいから。って、これ聞いたら俺はもうダメだった。涙が止まらなくて、その後しばらくして彼女の部屋に入って朝までずっと一緒にいた。鳥肌立ったよ鷹、幸せにしてやれよ。もう言葉にならね。今日は二人で会社休むことにした。彼女の病気知ってる上司に朝一で電話して、結婚すること話して、しぶしぶだったけど了解を得ました。この後お互いの両親に会いに行って、彼女の主治医がいる病院に行ってくる。今後の結婚生活のこと色々聞いてくるつもり。もしかしたら俺は一生童貞かもしれないな。でもいいよ。もっと大切なもの手に入れた気がするから、なんてカッコつけてみました。じゃあそろそろ行きます。おいこい。これから他行目いっぱい愛してやれ。そして目いっぱい愛してもらえ。すれたい通り、愛と男ぶりを上げる千載一遇のチャンスをものにしたんだな。トイレからこんな展開になるなんて誰が予想したことか。今、電車の中にいる。もちろん隣に彼女いる。最後に、もし、このスレに会えなかったら今の俺はない。心から感謝してるよ。本当にありがとう。彼女に出会えたこと、そしてお前らに出会えたことを神様に感謝してる。みんなのおかげで俺は、千載一遇のチャンスをものにしました。みんなありがとう。俺は幸せだー。鷹これが最後か。鷹は感動をくれた。ありがとう。この幸せ者が永遠に幸せでいてくれよ。おめでとう。最後の最後に泣かすな。お前なんか幸せになっちまえ。最後にと書いたのに戻ってきました。あのさ、俺このスレを宝物にしたいと思うんだ。2スレ目も全部読めてないし、しかも1と2はもう落ちてるんだよな。なんかいい方法ないかな？できれば全部保存したい。ああ、俺 HTML ファイル取ってあるから ZIP であげようか。頼む。オケオケ寝室のノーパソだからちょっと取ってきて加工して送るわ。お前ら最高携帯だと全くわからんから帰ったらチェックします。実家着いた。今から俺の親に言いに行きます。今日親父もいるし。最高はお前だろ鷹。鷹はくてか一生心に残るよスレ。たった3日でどんだけ喜怒哀楽あったことか。俺もずっと興奮状態だったが鷹はもっとだったろうな。まさに怒涛の超展開だったな星。ちょっとのろけさせてくれ。今、電車の中にいる。隣で彼女眠っているんだけど、寝顔がすげえ可愛いんだ。写メ撮っておくしたいぐらいだよ。ずっとこの寝顔を見ていたい。ずっと。これから病院に行って、夕方から彼女の両親に会う予定。いくらでものろけてくれ。こっちもこんな顔して聞いちゃる。みんなオツ。急いでるけど、あまりの嬉しさに記念パピコ。近代医学の進歩に深く感謝。大体オケ、子供もオケ、そして彼女は小悪魔なり。詳しくは夜また書くね。最後は向こうのご両親に会いに行ってきます。どういうことなんだー。いい報告が聞けそうな予感。見てなんかニヤニヤしてたら上司に変な目で見られた。反省はしていない。小悪魔詳しく。どういうことなんだ？詳しく教え霊か妄想。一日はエイズじゃなかったに薬使って発病しなきゃ健常者と一緒。三日は影と医者の誤解どれだ。良い方に転がるなら何でもいいがオメット。みんなオツ。報告もうちょい後になる。多分10時ぐらいかな。今日はすげえ一日だ。話したいことたくさんある。じゃあまた会う。携帯電池切れそう。いつまでも待つ。今日も寝ない。ただいま。みんなオツ。長い一日だったよ。お帰り待ってたよ。早速報告する。書くの遅いから待ってて。ゆっくりでおけ。いろいろあったけど、最初から。まず2人で俺の両親に会いに行った。朝、家に電話入れた時に、会わせたい人がいるからこれからそっち行くね。ってわざとそれらしきことを匂わせておいたから、2人とも清掃してたよ。で、それぞれ向かい合って座って、まず彼女を両親に紹介して、次に両親を彼女に紹介した。決意をしてるってことを感じてもらいたかったからストレートに話した。俺、彼女と結婚することに決めました。って二人とも黙ってる。その後続けざまに、彼女の病気のことを話した。実は、彼女 HIV に感染してるんだ。どんな病気かもわかってる。それでも俺は彼女と結婚することに決めました。二人で幸せになります。って、母ちゃんは涙流してた。でも何も言わなかった。父ちゃんは黙って俺の目をずっと見てた。彼女はしっかりと両親の方に顔を向けてた。突然でごめんね。でも俺今とても幸せだから一番に伝えたくて来たんだ。って言って、この後彼女の両親に会いに行くことも言って、じゃあ行くね。って言った時、父ちゃんが彼女に向かって鷹を幸せにしてやってください。って彼女に頭下げた。父ちゃんマジかっこよかった。で、帰り際に彼女のご両親に何か買っていけって1万くれた。親父さん超かっけー。いい親御さんだなー。おつ。もう少し泣けた。この親父でこの息子か最高だな。反対覚悟で言ったから正直ビビったよ。恥ずかしくて面と向かって言えなかったからここに書きます。父ちゃん、母ちゃん。自分勝手に決めてごめんね。本当にありがとう。俺は今すごく幸せです。二人の子供に生まれてきて本当に良かったです。俺を産んで、育ててくれてありがとう。見るはずないのにどうしても伝えたかった。あー、今でなくてもいい。いつかその言葉を直接伝えてあげるんだぜ。ちゃんと結婚式の時にその言葉言うんだぜ。一生忘れられないな。そして飯食って休憩した後病院に行って先生に色々聞いてきた。病気のことと、これからの結婚生活についての注意事項とか、まず HIV は感染から発病まで平均10年ぐらいと言われてるみたい。でも今は早期発見と早めの治療によって発病を遅らせられるんだって。場合によっては寿命を全うするまで発病しないケースもあるらしい。彼女の場合、早期発見なのでしっかりと管理すればとのこと。生活面においては、至って普通でいいらしい。仕事してもいいし、運動も平気。酒も大丈夫。ただ過酷なのは NG。日常生活で感染することは、ほとんどないって言われた。ウイルス自体は感染力が非常に弱いみたい。愛の営みもゴムちゃんとつければ平気だって。出産もちゃんとできる方法もある。この場合、子供に感染する確率をかなり抑えられるみたい。俺が思っていたより全然平気だと分かった。すごく嬉しかった。よかった、よかったなあたか。医学の進歩があってよかったなたか。よかったじゃん、最大級のおめでとうを送るよ。愛の力が HIV を乗り越えた瞬間を俺は見ているのか、すげえな。神は見捨てなかったタカと彼女に幸あれ。現代科学と今晩のタカの童貞卒業に乾杯。たった一つのスレから始まったこの恋悲しき運命にも負けずよくぞ結婚までたどり着いてくれたタカよ。お前の幸せはこのスレのみんなの幸せでもある。精一杯彼女を守って二度と悔いを残さぬよう何度でも彼女のために駆けつけてやれ。かなりうまー。後世に伝えられる奇跡。俺、それ聞いて嬉しくなったあまりに。先生に本当に子供できるんですか？抱いたりとかしてもいいんですか？本当にしても平気なんですか？って病院で連発してしもたよ。当然先生ドン引き、看護師ドン引き、彼女赤面。俺立ち上がってる。この状態見てふと我に返って。いや、別に営みができるから喜んでるわけじゃないですよ。本当に。ってボソって言ったら、先生爆笑、看護師含み笑い、彼女赤面、俺赤面。まあ、すげえ嬉しかった。外に出て彼女によかったね。って言ったら、私はちゃんと知ってたよ。自分の病気だからね。って、だって103って言ってたじゃん、小悪魔派遣。あれは、俺らの言葉で言うと、人生をかけた釣りだったみたい。俺の、それでも構わないって言葉を聞いて結婚しようって決めたんだって。完全に釣られましたよ。私、先に死んじゃうんだよ。もしかしたら1年後かもしれないんだよ。子供だってできない。エッチだってできないかもしれないよ。それでもいいの？大爆笑。作詞。全然いい子じゃないか。くそー。HIV と聞いて凍りついた昨日の自分を恥じる。恥じることはない、今の医学に感謝するだけだ。最後に彼女のご両親に会いに行った。一番緊張するはずがテンション最高潮な俺。もう何でも来いって気持ちだった。お父様の顔を見るまでは、お父様見事なこわもてなんだ。でかいんだ。メガネ細いんだ。あのそちらの方ですか？って感じ。とりあえず正座しました。姿勢正しました。お父様、開口一番タゲの病気のこと知っているのか？って、知ってます。さっき病院に行ってきました。先生に色々聞きました。本気なのか？本気です。タゲさんと結婚したいと思ってます。君のご両親は？朝二人で会ってきて全部説明してきました。そうか、君の人生は辛いものになるかもしれないぞ。すべて覚悟しています。本気です。ありがとう。結構話し込んだので会話だいぶはしょっちゃったけど、最後の方は、ご両親涙流してた。正確に OK もらったわけじゃないけど認めてもらえた感じではあった。なんかすべてがうまくいきすぎて怖いくらい。親父てヤクザて。ああ、タゲのご両親もいい人だな。この奇跡に涙が止まらない。タカ、本当におめでとう、感動をありがとう。ようやった。怒涛の急展開、逆転劇、本当の奇跡だな。 HIV って言われた時、全部終わったとしか思えなかったのに、今は全部うまくいきすぎ奇跡だな、マジで。最初から見てきたけどこんな展開になるとは思わなかったな。たか、嫁を幸せにしてやれよ。最後の最後まで愛して愛して愛しまくれ。最後にタカに会えてよかった、お前らに会えてよかった、たか、嫁に幸あれ。初めて話してから3日で結婚なんて正直今でも信じられない。この3日間、いろいろなことありすぎて3日前が3年前に思える。本当に心から感謝してるよ。お前らなしに今の俺はありえない。俺の背中を支え続けてくれたみんな。俺の背中を引っ叩いてくれたみんな。そして俺の背中を押してくれたみんな。顔も見たことないお前らに最高の人生を導いてもらえた。一生忘れることはできない。この気持ちを胸に彼女と強く生きていきます。どんな状況に陥っても絶対に諦めない。しっかりと前を向いて生きていきます。それが俺にできるお前らへの最高の恩返しです。ありがとう。これから辛いこともあるだろうが、幸せになってくれ。タカ本当におめでとう。心から祝福する。前途は多難かもしれない。でも、今の気持ちを忘れずに彼女を幸せにしてやってほしい。お前らみんな大好きだー。もうこれ以上泣かすなよ。俺たちはどれだけタカに感謝していることか。ありがとうありがとうありがとう。ありがとういろんなものをもらったよ。しんどいこともあるだろうけど手を取り合ってルールルルー。タカおめでとう。彼女とお幸せに。せんなら奇跡は起きる。せんなら彼女は一生発病せずにタカと幸せに暮らす。せんならみんな適当に幸せになる。せんなら1から1000は今夜いい夢見る。すべてのビパに幸あれー。お前ら最高だー。いかがでしたか？ずっと狙っていた女性と、数日で結婚まで話が進んでしまい驚きでしたね。まさかの大病という大きな壁もありましたが、一致の熱い思いに彼女も心を打たれたようでした。これだけ強い思いがある一致なら、きっと彼女を幸せにしてあげられそうですよね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。